はい、おはようございます。今日はですね、日本橋に来ております。おはようございますって言ってもね、今ね3時20分なんですよね。まだほぼほぼ夜なんですけども、今日はね、旅は日本橋からスタートということで、東海道をですね通って、大阪までね行ってみたいなと思います。まあ、2日間に分けてなんですけどね、今日は名古屋まで行こうと思います。で、その目的は、こちら、ちょっとめちゃめちゃ暗くてね、今真っ暗に見えてしまってますが、アルテグラのホイール C36、このミドルハイトのですね、ホイールのインプレッションをですね、しようと思います。まあ、ただ単にね、山に行ってどうだみたいな話してもよかったんですけども、やっぱりね、ちゃんと乗って、いろんなシチュエーション試してどうだみたいなね、こうだったっていう話をね、しっかりしたいなと思うので、ここからね、500キロ、ちょっと2日間かけてしっかり乗り込んだ上で、ホイールのね、特徴、性能、僕が感じたこと、お話ししていければなと思います。はい、ということで、空も白えんでまいりまして、騎士と合流しました。今日はね、一人で名古屋まで行くのちょっと大変なんで、まあ、大阪ね、明日大阪だけど、騎士もね、一緒に連れてこうかなと思ってます。松尾くん待ってる間に蚊に食われましたわ。カニ食われました。3カ所ぐらい刺された。刺された名古屋まで行けんのかな、俺行けんのかな。今ね、ちなみにここはね、川崎ですね。そうっすね、そう、多摩川とかで、はい、はい、これからね、何時に着くのかな。今何時だ今4時ぐらいかな頑張っていきましょう。まずね、箱根越えするから。それでも、それ越えちゃえば多分ね、まあ、長い長い静岡が終わるので、とりあえず出発していきましょう。頑張りましょう、頑張りましょう。ということでね、今ね、走り始めて、まあ、1時間ちょっと経って朝の5時なんですけども、横浜まで来ましたね。全然横浜っぽくない感じの風景なんですけども、まあ順調にね、ここまで来ております。ちなみに騎士のこのホイールは何ミリなんだっけ、ハイト。後ろ60の前50。前50、後ろ60、まあそうだよね、そのぐらいだよね。まあ、巡航はさ、いいけどさ、意外にこういうストップアンドゴーとかさ、繰り返してると、いや、きついよ、きついよね。そういう時にね、こっちの今36ミリなんだけど、結構ね、走り出しも軽やかだし、あとあと走への疲労もね、まあ、ないとまでは言えないけど、結構効いてくるんじゃないかなとね、期待してます。静岡まで150キロ、うん、着くのか、着かないか、着かない、着かないとやばいよ。もう名古屋今日宿取ってるからね、急ぎましょう。もう顔死んでんじゃん、もう顔大丈夫。ちょっと一回箱根で一泊、箱根で一泊したい。ということでね、今ね、我々箱根のふもとなんで、これから登ります。はい、なので多分ね、この C36 のね、アルテグラのホイールの良さがね、出ると思うんで、それをね、体験してみたいと思います。本格的なね、登りでね、まあアップダウンもあるし、多分ちゃんとね、試せるんじゃないかな。はい、ということでね、箱根の登りも始まりましたので、このホイールの特徴についてね、まず、スペックからご紹介したいと思います。まず正式名称はですね、 WHR8170 の C36 という商品名になってます。で、フロントの重量は 657g で、リアはね 831g で、合計 1488g の重量ですね、前後 でリムの高さはですね、商品名にもあるように 36mm ハイトとなっておりまして、まあ、ミドルハイトと言っていいんですかね。ディープリムではあるんですけども、そこまで高すぎない、ハイトになっております。で、リムのね、内幅ですけども21ミリありまして、かなりね、幅広くなっていて、最近のトレンドの幅広いタイヤでもベストマッチするというような、リムになってます。ちなみに、リムの幅であるとか、リムの高さであるとか、デュラエースにもね、 C36 という商品ありますけども、それとね、形自体は全く一緒のものになっております。ハブのね、構造であったりとか、そのものは、ね、全然違う構造にはなっていて、別物なんですけども、まあ、アルテグラもね、まあ、同じ形をしているとリムがね、ということで、まあ、105とデュラエースの間の製品としては、まあ、すごいコスパの良い、製品になっております。というか、ここめちゃくちゃ登ってるな、この登り。今ね、ちょうどき
暑くなってきたところなんですけど、まあ、こういう時にねやっぱ36ミリのハイトってこうスッとね踏み込むと前に出てくれて、まあ、50ミリとかね、もっと今まで高いものになると少し縦の剛性が出てきちゃうんで、よりねなんかこう踏み応えを感じるんですけども、まあ、若干重く感じるようなこともあるので、これ上りがね連続するところなんかは36ミリハイト、かなりマッチしますね。ここまでね来るときに主に平地だったんでずっと巡航してきたんですけども、そういう時にも、まあ、空力もね全然悪くないですし、まあ、しっかり抜けるので、もちろん高い方が巡航性能いいんですけども、36ミリでも十分良かったかなと、感じました。まず重さなんですけども1488グラムというね前後重量、まあ、これね、まあ、1500切ってるので、まあ、普通に軽いと思います。はい、まあ、世の中ねもっと軽いホイールいっぱいあるとは思うんですけども、まあ、しっかりね本当乗ってて剛性すごいしっかり感じますし、まあ、強度自体もね高いんだなっていうのはこう乗ってて伝わってくるので、安心して使える重量、それでいて、まあ、手頃なね価格、まあ、手頃って言っても、まあ、105より高いし、まあ、20万いかないまでもそこそこする前後セットの価格ではあるんですけども、まあ、それでカーボンの、チューブレスの対応のホイールで、1488g、かなりねちょうどいいんじゃないかなって思いますね。やっぱね105のホイールも先日ちょっと使ってたんですけども、それと比べてもより軽やかに感じますね。こういう上りでも足引きずられるような感じがシッティングでもダンシングでもないんで、本当ストレスなくもいけますね。なので、まあ、レースに使ってももちろんいいと思いますし、こういう、まあ、林道ツーリングとかねライドみたいな感じのシチュエーションにもハマるんじゃないかなって感じますね。キシプロ、はい、インナーローじゃん。久しぶりに使ったインナーロー。使わないもんね、もうね、あんまりね。ちなみに今前が5236、そうで後ろが1134か、そう92のデュラだもんね。そうなんですよ、僕もね今アルテグラ新しい12速のね入れて同じギア比使ってて、前にも紹介しましたけどね、これね見れるんですよちゃんと。これでよいしょ、こんな感じで今 1.1 倍ですね。前が36で後ろが34かで、今使ってるギアがねこうやって見えるっていうね便利仕様なんですけども、勾配 10% あるから今 10%、うん、きつ、ロードバイク嫌いになりかけてちょっと頑張ろう。あと5キロ上り、最高だと5キロぐらい。5キロね、はい、頑張りましょう。ここからね下りでずっとね海まで下っていきますよ。でこっからもうね静岡県に入ります。静岡はねもうとんでもなく長いんですよね。もう何時間かかるんだってぐらい、本当に静岡だけで半日かかるぐらい長くて全然ね終わんないんですよ。まあ、今日はね騎士がいるからだいぶ気持ち的にも楽なんですけどね、前行った時はきつかったな。はい、今ねずっと箱根の、まあ、反対側のこう三島に下るね下りをずっと走ってきたんですけども、まあ、やっぱりねこうタイヤがね今僕 28C を履いてるんですけども、タイヤがね太いとやっぱり安心感ありますよね。まあ、そこまでそのスピード出さなかったりしたとしても、まあ、やっぱ下りだとこう安定感とかって失ったりとかしがちじゃないですか。普段よりもね速いスピード出るわけですし、でねやっぱこの路面ね今は綺麗なんですけども、そのもうちょっと上の方ね結構ね路面荒れてるところがあって、ひび割れたりとか穴開いたりとかしてるんですけど、そういうところでこう仮に少しこうタイヤが乗っかっちゃったとしても、安定してるっていうのはこの太いタイヤを履かせてるメリットなのかなっていうふうに思ってて、まあ、この C36 のホイールね、リムの内幅が21ミリあるということで、まあ、かなりねその太いタイヤ履いてもしっかりそのさっき言ったようにピタッとこうはまってるというところがあって、まあ、この安定感はねやっぱ足元なんで走りの、まあ、肝になってくるのかなというところで、かなりねいい点だと思いますね。まあ、これもねディスクブレーキ化したことによる恩恵なのかなというふうに思ってて、前ねカリパーブレーキだとこう挟むにあたって太すぎるとね挟めなくなっちゃうんですけどまあそのブレーキの役割が、まあ、ローターの方に移行してフォークの、ね、先端に行ったので、まあ、リムはそこまでその制動力をこう司るものではないというところになってきたので、
まあ、そこの部分でね、太い、まあ、タイヤを履かせて、こうしっかりね安定した走行感をね実現したっていうのはすごいいいことだと思います。すごい安定してて良かったです。本日の富士山でございます。こんな感じ、なんかね下がガスってて上に雪がねちょろちょろってあって、北斎の絵みたいですね。すごい綺麗。さあ今ね富士川を渡ってます。前来た時ね、前名古屋行った時すごい風でここでねだいぶ煽られたんですけど、まあ今日は大丈夫ですね。風そんな強くないし、まあホイールの配当も低いし、こういう時結構いいですね。さあ名古屋まであと178キロらしいですよ。ちょうどね減ってはいるけど、今はね189キロだから、まあ半分は来ましたね。いや遠いなこれ。髪大変なことになってるけど、ちょっともう無理無理って言わないで、ね、久しぶりにこんなきついことしてる。あのレースとか日になんなかった。静岡がねタフ、タフね、だいぶタフ、タフね。あのね静岡済みの ね視聴者の方いたら大変申し訳ないんだけど、なんでさ静岡の路面ってあのヤスリみたいなの。ザラッザラじゃん、もうボコボコだし。だって俺もう5時間ぐらい静岡走るじゃないですか、うん、手首痛いもん今でしょ。めっちゃ手首痛いもん。わかる。まあだけどね、さっきから何度も言ってんだけど、このチューブレスいいね、うん、前回クリンチャだったからあれだったんだけど、ホイールのこのタイヤのセットがねすごいいいのよ。なんかねさっきめちゃめちゃ疲れ果てててもう大丈夫かなと思ったんですけど、カップラーメンとアイスクリーム食べたらめちゃめちゃ復活しましたね。もう全然なんか今230キロ走ってるんだけど、さっき走り始めましたぐらい結構踏めますね。なんかエネルギー不足だったらしいです。はい、ということで前来た時よりも全然足残ってるんで、これは今、まあ、ちょっとね時間を押しちゃってるけどいい感じに進められるかもしれないです。まあ、箱根でもね行ったんですけどね、やっぱ上りでこういうダンシングするときに切り返しがスパンとこうねバイク倒してダンシングできるのがこのホイールの特徴ですね。こういうシーンはね本当に足を乗せてるだけでスッと進んでいく感じがして、まあ、剛性感もあるしいいですね。もう284キロ乗ってるんで結構乗ってるんですけど、足はねまだ結構残ってるな。本当こういうちょっと急勾配でも、まあ、緩くなったところでも維持できるのもいいですね。今ダンシングしましたけどシッティングでもね調子がいいんですよ。非常に万能だなと思います。使いやすいです。36ミリハイト名古屋着きましたよ。どうですか。もうね最後の方言葉なかったもん、うん、口数もうね見たくないもんこれ。自転車、うん、きつかったよね。きつい。何がきついってね距離、うん、ただ消化するだけだからきついのよ、まあね、これだって15時間もチャリ乗ってんすよ、まあ、そうだよね。でもね結構ね足大丈夫だ。いや後半ね、うん、後半なんかね全然大丈夫だった。でまあまあ今日インプレッションってことでね、ホイールのインプレッションってことだったんですけどもね、ちょっと見えないかな、見えるかな、ある程度ねすごいよく走ってくれて、まあ、とにかく静岡がきつかったんですよね。それだ、うん、もう本当ね路面よ、路面がもうあれは洗濯板みたいなの上走ってる感じだったんだけど、タイヤもねタイヤの消耗多分えぐかったよ。そうだよね、あの静岡の5時間で。そうだよね、このタイヤもねいいんですよ。僕つけてるビットリアのね、あのコルサプロね、これもねよくてね相性がね良かった。アルテグラのホイールと使いやすくてね、足もねそんな来なかったね。やっぱハイトもやっぱちょうど良かったしね、それで足も残ったのかもしれない。ということで1日目終了したので、今日はねちょっとゆっくり休んで。休む時間ないよ。ないね。今何時。12時20分です。11時20分でしょ。11時20分、まあ、ゆっくり休みましょう。そして1日目ありがとうございました。ということで、東京大阪間2日目でございます。昨日ね名古屋までにたどり着いたので、今日は名古屋から大阪をですねいよいよ目指して参りたいと思います。多分ね180キロぐらいかな。どうですか疲労の具合は。疲労は大丈夫です。大丈夫。暑い。暑いね今日ね。32度らしいんですよね。
ちょっとね、あの水分取りながら進んでいこうと思います。で一晩ね、置いて、まあ、昨日走って一晩置いてたんですけども、空気圧的にはね、このまま行っても全然大丈夫そうで、まあ、ポンプも一応持ってきたんですけどね、継ぎ足ししなくても大丈夫そうです。タイヤとね、ホイールの相性がいいとは思う、いいからだとは思うんですけども、空気の抜け漏れとかね、ないので、今日もね、この組み合わせを信頼して行こうと思います。マサさん、元気なくね？元気だよ。どうした？え、まだスタートして5キロだけど。そうけど確かにこの最初のこの5キロ足重い。体が多分1時間走れば復活するでしょ。声が出ない。もうおっさんです。これが鈴鹿峠に入るんじゃないかな。来たことないんで分かんないですけど、多分ね、全行程最後の大きな登りかな。まあ細かいのあると思うんですけどね、これを超えると琵琶湖に入るはず。ようやくですよ。もう全然今日距離短いからと思って舐めてたけど進まなかったから、もう日が暮れそう。なぜもう風がすごいね。これロードバイクね、風が一番大敵だから、風問題はね、なんとかしたい。どうにもなんないけど、まあ今回インプレのね、ホイのインプレの話なんで、それにかけて話すと、まあこんだけ吹いてて横風に変わったとしても、わーってこう振られたりとかしないのは繰り返しになりますけど、このミドルハイトのカーボンリムだと実現できるかなって思います。その点ストレスはないですね。これ琵琶湖かな、これよいしょ。初めて琵琶湖見たかもしれない。さあ、いよいよですね、日も暮れ始めまして、京都に到着したんですけど、ここでちょっと事件が起きまして、DI-2 のね、バッテリーがもうね、ほぼなくて、フロントディレイラーがね、動かなくなっちゃったんですよね。まあ、新車だったんで持つかなと思ったんですけど、ここでね、ちゃんと見れるからね、確認しておくべきだった。まああともうちょっとなんでね、なんとかインナーだけで行きたいと思います。リアギアはね、モーターが小さいから動くんですよね。ここまでさ、もう大阪まで来たけどさ、結構細くなったでしょ。変わってない。シルエット変わってない。ダメ、腰回りとかさ、ちょっとさ、ふくらはぎは細くなったよ。あ、ほんと？後ろから見て、ちょっと仕上がってきた。え、お腹とか腰ダメ？それは変わってない。変わってない。残念すぎる。あ、これ？あ、これだ。でしょ？これだ。はい、ということで、到着しました。大阪市道路原票ですね。はい、なんかもう頭回ってないけど到着しましたよ。いや、初めて見たこれ。初めて見た。最長が名古屋だったけど、いやー感慨深いな。楽しかったな。楽しかったね。はい、 いやでもね、結構ね、試されることが多かった。いや試されるよ、うん、これね、結構機材大事だなと思った。うん、今回ね、いいホイールといいタイヤでね、来れたんですけども、ちょっとね、後で振り返ろうかなと思うんですけども、はい、僕らさ、普段から行動をさ、こういうさ、車通りが多いところ嫌がってほしいじゃないですか。うん、あえて僕今回はそういうところを走ってきたから、そのなんか違いがね、そうサイクリングロードとの違いみたいな、そう全然違うから、結構タフなコンディションで来たから、だいぶタフ、うん、一番俺自転車人生で一番タフ。タフだった。選手やってきたのに、うん、それと比較してもタフだった。インターバルトレーニングより今回の方がタフだった。いや本当ね、試された。ちょっと後でまとめようと思いますけど、一旦ね、大阪着いたのでここでホテル戻ろうと思います。はい、ちょっとね、後でインプレまとめます。お疲れ。ビール飲みたい。はい、ということでですね、大阪に着きまして、東京から大阪までね、ずっと自転車で走ってきながら、シマノのホイール WHR8170C36 アルテグラグレードのホイールをインプレッションしてきました。いやもうね、あの時疲れすぎて、大阪でとりあえず今後日撮ってるんですけども、めちゃくちゃ長かったんですよ。こんな長くね、パーツのね、インプレッションで走ったことなかったんですけども、まあいろいろシチュエーション経験できましたよね。まずは坂道、そして風、そしていろいろ路面が荒れたシチュエーション、厳しいシチュエーション、いろいろ体験したんですけども、まあ、全てにね、対応するホイールだったかなと思います。すごい扱いやすいっていうのが一番、今回長い
旅をね経て思った、ホイールに対する印象です。個人的にはねすごい良かった。まあデュラエースよりも下のステップだし、105のよりも上のグレードというところで、まあ、値段もね20万円以下で買えるというところもありましたので、コストパフォーマンスにすごいね、優れていまして、まあ、いろんなねサイクリストに合うんじゃないのかなというふうに思いました。レースにも合うなと思いましたし、今回のような長い旅路にもね使えるということで、特に 36mm のハイトすごい使いやすかったので、いろんな方に合うと思います。はい、というのが今回のね500キロ以上の走行を経て、感じたインプレッションでございます。はい、ぜひね皆さんにも体験いただければなと思いますので、試乗会などで、ね、ありましたらぜひね、体験してみていただきたいと思います。はい、ということで、今回はですねシマノの WHR8170C36 のインプレッションを東京大阪を走ってお届けしました。ご視聴ありがとうございました。